日野駅は京都府京都市左京区にある永山電鉄倉間線の駅。駅ナンバリングは E11。開業当時は数百メートル西の踏切添い東側にあり、街道が交わる小さな集落の中心の横という場所であり、車庫が併設されていた。1944年に単線化に伴い、踏切の西側に移転。1968年に、 京都聖火短期大学が開校後、京都聖火、大前駅が1989年に開業するまで、同校の最寄り駅となり、駅から学校までの街道沿いに、学生アパートが多く建設された。また1980年に開校された京都府立、北陵高等学校の目の前であった。しかし1990年に、京都聖火、大前駅開設と伏線化のため、 南側の新しく開発された住宅地に近い現在の場所に移転している。相対式2面2線のホームを持つ無人駅。ホーム全体を覆う和屋が設置されている。出入り口はホームの出町柳駅側にある。両ホームは駅構内踏切で結ばれているが道路扱いとなっており一般の人や自転車の横断も多い。なお、この構内通路は軽車両。 消毒以外の車両通行止めとなっている。ホームへはスロープも整備されているが急で幅も狭いため、車椅子での利用には介護者が必要。京都府立北陵高等学校の最寄り駅のため、休校日以外の朝時間帯は係員が出張することが多く、係員詰め所もある。ただし、普段の平日は、下りホームにのみ20分ほどの係員配置である。 京都府道106号上山岩倉停車場線から数十メートル入ったところ、周辺は小建て中心の住宅地、踏み地沿いを除きた旗も多かったか、宅地開発が進んできている。ありがとうございます。